京禁止日帰り屋でこーゆうが信じたいお疲れ様でした。お疲れ様でした。ということでここプールゾーンなんで、うん、まあ自由に遊んでいきたいと思います。いつか開始して、あ、いつでも来いよ。開始気持ちいい。これ男気っていうのも忘れちゃいけないところだからね。うん、まあ、まあ、あんま仲良くないんじゃない絡むね。はい、オッケー。ユウマの顔と迫力あるよ。じゃあ俺の顔の迫力に負けたら男気ない。お前にも負ける要素がないとつまんない、うん、それなんか、なんかありますか。ビビらせらんなかったらアウト。おーい、あなたもう生よ。結構やばいね。じゃあやる。やろうか、そのさっきの。うわおおおおおかわいい。あとそれはやばい。じゃあそれはやばい。あっ、あんちゃんが言った今なんか打ち解けた気がする。え、やばか。いや長年ので、その迫力ゲーあ、なに迫力ゲーマーね。迫力ゲームね、多分。はい、どうですか、アドレス。アドレス、はい、うるせえてめえよ。審査員にそんな口聞いていいのか。10ブランスするぞ。4。おー、はい、今の数字を生産しよう。まだ見ててね。うん、まだあり得るから仕掛け合いしようぜ。やばいって思いすぎて膝の皿ギューでしょ。オスグッドをギュリギュリ、はい、オスグッドはやばい。うわ、マジかよ。ナイス追い上げ。これ2位もあるらしいから。おこれ、ずるいわ。大使仲良くしようよ。慰安旅行よ。思い出話しようぜ。あ、そしてよ、好きな子いんの。いる。最近に、うん、嫌われるよこういう時に、ね、あれしようと思って、あのヤマトが昔やった引き足か水球のね、すごい足だ。すごい、すごい、すごい。手も使えるよ。使ってんの、うん、手でバランス取って。バランス、あヤマトアウト。やばいよ、お前やばいよ。2位や。あ、こうか。じゃあやってみる。あのね、できたんじゃねえ。このね、上の足をね、思いっきり。汚ねえだろ。え、ずら汚ねえわ。8だよ今。8だよ。じゃあ俺も。ほら。アウト。いやー、マジだわ。8で4ぐらいかるってる。油断がやばいと思う。ゾッとした。うわあ、うえって、あ、おえって、これは拒否ヒッター、そこで拒否ヒッターはどこにないな。いやいやいや、すいません。いや、また8人いや、ビビってねえよ。いや、マジビビってねえ今のは。いや、今のはマジビビってねえ。じゃあ作業しろか。ガチビビってねえ。8や。はい、何、何の男気があるの。全然全くさくね。俺の蜂とかあんなバンバン取られるんだったら全然取られるぞ。ヤマトがこう来るじゃん、そしたら水がこうやってなっちゃう。あー強いな。どっち来たね。ユウタかわいそうだって。お前らゲイだから。はい、あ、お、ていうかゲイはやばい。ヤマトと同士だ。はい、ユーマワンチャンいけるぞ。いや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 、髪引っ張ってるんだけど。てめえ暴力、暴力コンテンツやね。コンテンツ暴力振るった上アウトはなしだろ。ガチでコンテンツはやばい。ガチだっせ。普通に一回カメラ外れていいよ。これ気持ち入れたカメラはやばい。うえしかも何で外れようとしたの。伸びしたいなって。カスカスだろ。開始。手伸びしてきたの。うん、手伸びしちゃいね。せっかくだから俺が水球時代にやってた。バーイ、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 今逆に出せよ。やばい、やばい、いや、もう、もう行ってしまおうと思ったんだよ。ネットとワークやん。やばいぞ。ガチやばいやん。ガチやばいぞ。再開。あ、開始された。ユーマはなんか高校時代やってたことじゃない。俺逆立ち。え、高校時代やってたの。お前逆立ち。受験期やってた。行きまーす。いや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 。
おおおおエガちゃんたちきれい入れ替わるし、はい、おい、ね、いいよ、言っちゃえよ、5だろ、うん、マジで俺シーソーって言おうとしてるはい、じゃあ、ゆうた、アウトやべ、あっちゃん抜いた、おお開始、はい、マジ気のびしい、いいよ、いいよ、うん、きた、はい、やばい、きた顔に傷ついた。死ねこ。死ねめっちゃこ。やばすぎ今の。傷ゼロや。ゼロはやばいな。じゃあいいよいいよ一応受ける。誰やるやつを試すんじゃん。あ、でもこれさ、ぶっちゃけ男気なくないですか。いや、でもさっき逆立ちとかしたからね。いや、まあ、けどこれ形が証明してるよ。13から1個も動けてない。でも慣れたってのもあるじゃん。最新毛伸ぶ人誰。あ、俺毛伸ぶりたい大丈夫だよ、撮ってるよあ、ちょっと行く。俺がユーマ目立ってる言うなよ友達みたいだよ、今友達だろ、巻き回るわよやばいユーマに何か用意しましたよやばいですよ、あれあれあ、海軍通ったあれ通ってねえぞ、お前マジどういう意味もう一回、もう一回言えねえんだけど、言えもう一回行くわ、これで本当あったら名前、わかるうんあんな俺だってあっちに驚いてるだけだからねお前チンポなんて何も怖くねえよじゃああっちゃんアウトで変なアウトだ開始いきますお願いしますもう二度とああ、そういうことかなるほどねいやいや、言えよ負けねえから今からさ、3回じゃんけんしてさ勝ったやつ、英語言えるって言うのやばっ英語を暴発できるとそう負けた人は逆に言えないから別に考えない男気だから男気だった男じゃんけん、じゃんけん、ほいはーい、行こうよ、ほいシャーあちょちょちょ、あのグーですよ。いや今いやマジグーです。今なんで。じゃあもう一回俺入る。トコギじゃんけんじゃんけんはい。はいこれはい。シャー。バカきた。絶対勝って言う。せーの。トコギじゃんけんじゃんけんはい。はいこれはい。シャー。タンブラ。タンブラーで14回目のアウトです開始うんじゃんけんじゃんけんはいはいこれはいあーマジだるくそがおーとこぎじゃんけんじゃんけんはいはいこれはいわーあーいプレイベストえぇーあーいっちゃったえぇーあーいプレイベースボール3だ男気すごーハードルグイーンと上げたから最終すごっ男気じゃんけんじゃんけんはいはい行こうねはいわーマジかよ全然言わないみたいな寒いのはないな多分もうないないないそれはないもう本当に自己紹介とかしたんじゃないですか自己紹介可能性あるね男気じゃんけんじゃんけんはいはいちょっと気合いてんよ男気じゃんけんじゃんけんはいマジかかわいそうだな、ヤマト今までの俺だったら勝って言ってたよユタ氏、英文をあっちゃんで3だったからねあねえ、マジゴミだよな、お前ってないいいけど、ゴミだよジーザスジーザスって言った瞬間光りましたジーザスいや、バカじゃないクソだ
じゃあ優しいわ。もっと詰めろ、もっと詰めろ。言えたらそれいいなら。うん、俺全然。うん、オッケー。逆にこっちだろうなって俺は自分で考えたから、俺これでいい。なるほど。今言えたら70。俺何言ったんだよ。男気ない。そうだ、ここはプラス。男気ないで2段、ね、2段だから、じゃあ8段。じゃあもう薄いわ、ジーザス。1で終わるからジーザスが良かったのに。でいい、うん、みんなさ、SSA のよいよいよいの、あの何それ。これやんね。え、俺でも左手首気にしてる。まあでもそう、ハードにやんなきゃいいんじゃない。いや、いや、ハードハードはやばいわ。やばい、来ましたよ。開始だ。せっせのよいよいよい。1万ジャック踊り踊りをさ、行きましょう。歌え。そこはダメなの。いや、歌えよ。歌えよ。おい、いやこれが一応さ、子供の頃流行った遊びとしてあるんだけど、これをできるのかっていう。できる。でもできないやつは普通ハブ。でも動画出ないってこと。ゆうたとやりね。歌えよ、歌えって言った分歌え。完璧。じゃあ、もう全然できるだろ。いや、俺ね、やったことある。いや、もう岩田やれ。岩一人。よいよいやばいっしょ。やば。ヒューガ、今なんて音した。タイミングって言わなかった。あれあれ、いやいや、お前マジ。あれ、体重はだろ。体重は合ってたな。だろ、タイミングは合ってたな。タイミングだね。これアウトや。おい、有能や。有能だね。大丈夫大丈夫。開始いきますか。俺これ鼻草食べるからさ。そろそろ行きますか。俺これ鼻草食べるからさ。ありえない会話やん。俺鼻草食べるから1点減らしてくんね。うわ、男いないわ。ちょっとマジで、これはマジで。いやでもね、難しいとこだよね。鼻草食べる行為はすごい男にあるから。プラマイゼロ。あ、プラマイは。プラマイゼロよ。プラマイゼロ。17だ。じゃあ、行きますよ。どこで巻き返そうとしてんだお前。飯。大会。もう、なんか最後、かまさなくていい。俺は別にもう温泉行ったら別にもうカメ。あーあー、すまんない。可能性出てきたぞ。かわいすぎ。俺らはもういいんだよ、別に。ユーマの顔面で笑ったら1点。全員笑わなかったらユーマ。ああ、そうしよう。ユーマが1点。俺から行くわ。うちのユータだよ。いや、必死なんだもん。開始。はーい。ちゃんと見ない。ちゃんと見ない。ユーマも笑うのなしだね。そりゃそう、そりゃそう。てか、なるほど、制限時間くんね。そう。あ、ちょっとそれ見る。お前はそういうの。先生、先生、ほんと耐えない。こっちから見てたら、なんでユータ笑ったんだろうと思ったけど、めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白い。あとがないユーマっていうのを加味して見てみるとマジで面白い。いや、絶対無理だ。あっちゃいけ、お前。行きます。おっと、すごい。今頑張れ。あいつ顔やば。お、あ、いや、まあ、まあ、そういうのもあるの。単純にあちゃかわしたって。普通にユーマにちっちゃい声でせーのって言った。やばかったよ。どっちやばくない。次は俺だ。ラストヒューマ。俺マジ。ラストはラスト。ラスト今ラストやばい。お前のさ、攻撃なんでさ、なんでさ、ボンミスすんのマジで。開始。いや、俺大丈夫。俺結構ね、かましてきてるから、うん、いきます。強い。
笑っちゃダメなんじゃん。笑ったらお前クソ。笑ったらお前合う。あー、いや、はい、あー、合うって合うって言って。あー、やばい、ヨーズ15やばい。ユーマ19で19だ。19まだダブルアウトだった、うん、ダブアだね。まあ、ユーマがダントツだね。がダメだったのか。まだ始まってねえだろ、うん、何がやばかったの。それはお前いや、言ったよっしゃー。ボングに向かって開始って言ったない、うん、僕は聞きました、開始は聞こえた聞こえないように言った。その心がヤマトにあったかどうか。聞こえないように言ったんだったらお前はヤバい。聞こえないように言って男気にいいことしちゃうか。いや、聞こえるように言いました。言いましたね。マジ今のジーザスより終わってるからな。ジーザスが一番お前。いや、ジーザスは良かったよ。ジーザスはひどいよ。はい、じゃあ行こうか。一応じゃあもう行こうか。もう大丈夫。ぐるぐるユーマ指名みたいなのやれば、ユーマこう目こうやってさ、指止まった人が英語言う。あ、いいね。いやもう意味わかんない。多すぎでしょ、ま、誰もいないとこ指差しちゃったらユーマがやばいじゃん。あー、俺やるわ。で、これ音聞くのあり。うん、だけど目回って方向感覚しなきゃいけない。いいですか。そう、音聞こえなかったか。ここだ、行きます。そこだ。うわ、うわ、ヤマトだな。うわ、ジーザス。今な、普通にワンアウトでヤマトが英語言うとこから再開かな。マジそうや、マジそうや。罰ゲーム生産。いや、今な、普通に刺されてショックでジーザス。お前それ言っちゃったんですよ。バカしてんのか、俺は。再開ジーザス。あれあれ、あれ、まだショックが抜けてなかったということ。うるせえ、まあ、本当お前本当うるさい。重なったから。ひどくないこれ。17。俺じゃなかったらひどいよこれ。いや、お前けどさっきの報いだよ。まあ確かに。行こうや。ちょうどいい。うん、すいません、ありがとうございました。はい、それでは次の動画でさよなら。いやいやいや、いや、はい、ということで温泉入ってまいりました。ちゃんと旅行ですね。日帰りとは言う開始、まあ10時間です。ここは1時間後に帰ってきてください。誰も言わないよ。もう言わないよ。いや、言いたいやつがいいんだったら。じゃあ俺寝ちゃうわ。なにこれ、あっちに焼肉あるから食べに行きたい。スッと言えばいいのよね、誰も。しっきりがもう言わせようとしてるんだけど、もう言うたわ、おっちゃんだみたいな感じは結構マジできついけど、うん、お尻やん。もうお尻やん。お尻業者やん。完全にお尻顔やん。ママチュリの少女的な方。普通に言ったね。マジで。ちょっと今の。メイボス。うわ、嫌な位置立ったな。これ振りで嫌な位置立っちゃうと終わりだわ。自分から飛び込んでくる。違うよ、みんなに追い込まれたよ、これ。お食事どころみたいな。うん、そこ集合で、はいはいはい、2年後に。どうも。食事どころ。よし、来い。はい。超日本っぽいの詰め込んだわ。ということで、ね、自由時間過ごしたんですけど、まあ、それぞれ整体とか、まあ、行ったりしてね、まあ、そこの料金も全て含まれてるので結構エグいよ。でも大変だね。でですね、お食事どころの方はやってないと。整体受けすぎて、まあ、一個ね、まあ、あのラーメン屋さんがやってたんで、うん、まあ、そこでちょっとお食事をしてお会計に行きたいと思います。じゃあここから開始で、はいはい、開始ということで食べてみますか。いただきます、はい、いただきます。あー、いいね。そっから取ってくんのやばいね。 なってましたね、今のは。どう、いや、セーフです。そこまで言うことやな。アウトだよ、お前みたいなのおかしい。え、シューガー、アウトはやばい。アウトはやばい。こっち行って、アウトだよ、お前みたいなのおかしいよって。ユニフェミニモリもおかしい。どうぞ。アウトだよ、お前みたいなのおかしい。え、シューガーじゃあ、今、シューガー1点開始。いや、今マジほぼ確ちゃんだよ、このまま。やばい、高速しりとりゲー。あれは言いたくないけど、まあ今回こういうルールだったよ。うん、ユーマ、アウト。高速しりとりゲーム開始。高速しりとり遊び、よいしょー。しりとりんご、ごま、マリ、リス、スイカ、カラス、スズメ、メダカ、カモメ、メンタマ、マラドーナ。考えた挙句、考えた挙句のマラドーナ。皆さん英語一回ずつ言ってください。お願いします。リドウィン。うわー、チェキ取ったからもう、もうこれ全員言わなきゃヤバいことになっちゃうわ。俺は大丈夫、おいしい。リドウィンのバンクサイド言わなきゃいけない。え、何言う。猫、猫。ここに来てそのキャラ。
お、今日も。あ、はいはい。よーし、お願いします。チェス。今日は20人逃げた。はい、チェス。もう一回、高速チートレアートに。いいお願いします。俺大丈夫だ。え、やばい。飯食ったら。で、さっきやった。塗る顔ってくれる人、引退だった。ここもやられた。左に。後輩。もともと同じその学校だった。ラスト一球。ラストはやばい。おお、取った。おお、おお、おお、おお。望みが見えてる。やばい。やばい。やばい。開始して。いや。違う違う違う。あ、男気ないなー。ゲーム始めないのは。愛し。あ、ちゃんとリアルだ。あ、かっけえ。それは。それはかっけえな。マイナス5点。マイナス。おお、言うたアウト。愛し。さっきの聞いて。聞いてもらおうとしてる。高速しりとり遊び。わっしょい。しりとり。ごま。マリ。ね。スイカ。もうね、メダカ、カラス、ウルメ、メンタマ、マサユメ、メグロ、六、全員お気に行きすぎや。あれ？俺男の子かけて大丈夫です。負けた方が1点ついたら。1点だって、お前終わるぞ。いや、本当にやんない。いや、バックのまま。確実に勝ちたい。これ逆にしてやる。あ、お、4分と。うわ、ついてやんきた。出るよ、OK、取れたか。よし。よし。もうだいぶ吸ってますね。よー、開始。ごちそうさまでした。あ、あって言ってる。あって言ってる。あ。強すぎだろ、命かけてる横顔だってちょ、クソいるんだ、ユーマ見てでも、金ねえもんな飲み込めなかったなんかじゃあ、並んだら並んだで申し訳なさい俺ちょっと行ってくる人生で一番神経尖らせて英語に横文字カタカナ全部見るじゃあ、とりあえずさ、まあ、どっちに行ってほしいか指差ししたか、とりあえず下馬評がどうなってます。せーの、オッケー。いや、ヒューガ、オッケーはやばいよ。あ、おぉ、意外と16。じゃ、ボンビ2対1。これは関係ないっす。どんな心境が負けてしまったら、ユーマどんな人間だったか。あ、もう終わった人ですよ。お尻も新聞紙です、ここになります。落ち込むの変でしょ自分が言うのが正解だけど、なんとしてでもユーマのフォローを待つのが正解だ。俺長期戦になるわ、俺の勝ちなんだ。まあ、じゃあなんか15秒ずつジャン負けから離していく。あ、なるほどね。でもこれでヤマトが言ってユーマがそれを言ったら、あ、なるほど。今日の企画はですね、まあ慰安旅行ということでしたけど、小室と8月ですよく頑張りましたと。俺はね、旅行行きたかったんですよ、那須方面。まあちょっと時間的にもないというか、企画を通しになりましたけれども、慰安旅行したと。この夏はそういうことが多かった。海に行ったり、肉焼いたりとか、企画を通して遊びに行く、そんな生活をね、続けて上に登っていければなと思っております。ありがとうございました。おぉ、ゆうまです。皆さん、ありがとうございました。ここまでね、僕を生き残らせて、ありがとう。禁止の状態だった。本当だったら僕の支払いを決定してるんです。今年の夏は去年の夏より夏休みの記録みたいないい動画たちも出ていったのかな。皆さんもぜひ僕たちの夏の記録見てください。うわぁ、乗り切った。よし、張り詰めてる。まだ決まんないですけど。 OK、 俺払うわ。俺 OK。 うん。終わんないわ。僕払います。なんだよ、そのあり方。ユーマは、すぐすぐ言いたい気持ちが来るから、払えないよ。じゃあ、半分払いますよ。ユーマ、まだ見てないんですよ。うん、見て。ちょ、じゃあ会計席移してもらっていいですか。うわー、うわー、何したこれ。いや、言い過ぎてた。じゃあ、払います。終わってる、ヤマが。ヤマクラしてる。払えちゃった。行けました。大丈夫です、行けちゃった。ちょっと、もう。ユーマくんに関しては、ヤマトに投げる言葉がすらない。さっき、隣でトイレしてたんですよ。どうした。いや、払います。でも、払う金ない。お前、払う金ないやん。払います。
いや、払います。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。いや、ヤマト、まだまだ、まだ中だから。疲れただけだろ、それ。まあ、疲れたんだろう。慰安旅行だし、慰安旅行だし、ごまんも、ごまんもやばい。はい、ということでお疲れさまでした。お疲れさまでした。疲れ取れたわ。気持ちよかった。疲れ。まあ、けど企画が怖かったもん。持ってきたヤマトがただの慰安旅行かと思ったら、なんか英語言うな、どうのこうの。違うんだよ、千葉のプールがちょっと俺の調べミスでやってなかったんだよね。急遽取ったんだな、この企画な。話しちゃう。責任取ろうぜ。いや、せまらいようなことじゃないよ。4万8000円ってやばい。いや、払って4号。払って4号ぐらいの罪だった。結構いけるな。薄くなるわ、俺が。450円よ。まあ、でも俺夏ちょっとあんまお金使えてなかったから、企画で思うように。え、使いたいの、お前毎回ああいう感じの企画に。バイブスー。じゃあ、俺使った、おもろく。ちょっとリュックを下ろしてきなよ。彼だね、ね、ラーメン正義に落ちかけてましたね。いや、そうだよ。まあ、あそこにね、全てを感じた。あそこはね、よく体を張ったよ。一番きついのはやっぱ落ちという舞台。ユーマと立たされるっていう。だってあそこでラーメンで俺が負けた方がいい。スライムとボス戦迎えるみたいなものだもんな。そんな通りない。ユーマお金持ったら潰す。ユーマ専用企画注文があるから。それはあるよ。だってプライベートでどんどん吸ってんだから。いいんだよ、金っつのあるやつが払えばいいんだからな、ヤマト。不可解なのは、これでも僕の好感度って上がんないっすから。いや、上がってるよ。なんでなんすかね。僕のドクターマーチなんてもう記録の彼方ですからね、皆さんの。確かに。いや、ユーマが嫌んできたら俺はいいよ。すいません。本当、英語と男気かけた企画だったんで、うん、最後俺は男気の方で決めたな。お疲れした、8月。お疲れ。あー、もう本当お疲れ。綺麗だわ、リーダーが奢ってくれたって。マジ気持ちいい。9月、もうバキバキにきつい企画考えたんで。肉体的にですか。いや、まあみんな苦手なもん。明日ミニトマト1000個食べます。ちょっとな。いや、どうやってお前。いや、せめても回収するっしょ。何を。いやー、山田さん手ぶらで帰らせるわけにいかねえって。ダーン。いくらやつ取れなかった。2000円。